佐賀市富士町にある嘉瀬川ダム周辺の雨の量は、平年と比べ6月が 52.7%、先月が 36% と少なくなっていて、嘉瀬川ダムの貯水率は昨日午前0時現在で 28.3% と、8月としては過去最低となっています。これを受け、今日開かれた嘉瀬川の水利用を検討する会議で、佐賀市嬉野市などの8市町の生活用水や、武雄市白石町など7市町の農業用水、また一部の工業用水の取水を、明日午前10時から 10% から 30% 制限することが決まりました。嘉瀬川水系での取水制限は、2012年に嘉瀬川ダムが運用開始されてから今回で4回目で、今のところ各家庭への影響はないということです。武雄河川事務所の穴井俊明副所長は、うがい手洗いなど水を使う機会が増えている状況の中、水道を使ったらすぐ止めるなど節水に努めてほしいとしています。